アブードラフモスクは、イラクのサーマンラーにあるモスク。アッパース町の10代目カリフであるムタワッキルによって859年、または860年から861年3月にかけて造成された。同じく、ムタワッキルによって造成された、サーマンラーの大モスクに次いで、世界2位の面積を持つ。このモスクの完成後すぐに、ムタワッキルが暗殺されたことで放棄され、 全く手がつけられず、アッパース町時代のまま現在まで残っている貴重な遺跡である。アッパース町の都は長きに渡り、バグダードに置かれていたが、10代目カリフであるムタワッキルの時代には、バグダードの北方1 3 0トルにあるサーマルアに都が置かれていた。ムタワッキルはサーマルアの都市建設に力を入れ、851年には、 世界最大の面積を持つモスクであるサーマッラーの大モスクを完成させた。それに引き続いてムタワッキルは859年または860年ジャーファリーヤ地区に新たなモスクの建設を命じた。モスクは861年3月に完成し、ムタワッキルは住居をこのモスクに置いた。しかし、ムタワッキルはわずか9ヶ月後の861年12月に 息子のムンタスイルに暗殺され、このモスクは放棄された。20世紀初頭には、ドイツの調査団が、1940年代には、イラクの広告局が調査を行った。アブードラフモスクの本体の外壁は、東西135メートル、南北213メートルであり、中庭は104メートル、156メートルである。これはあくまでモスク本体の外壁であり、 これらを囲む形で350メートル362メートルの外壁がある。外壁の厚さは1.6メートルであり、サーマンラーの大モスクと同様に登場の張り出し部分が存在する。中列はカーバ神殿に面するキブラ壁の一列を除いて、すべてがキブラ壁に対して垂直になっている。ミフラーブの正面の中列は他の中列の幅よりも広く、中列の様子は 上から見ると、ちょうど T 字型になっている。柱は焼きレンガでできており、屋根の高さは8メートルである。カーバ神殿の反対側にあたる外壁の外には、サーマンラーの大モスクのような螺旋状のミナレットがあり、預言者のモスクに代表される古典型のモスクである。アブードラフモスクは2007年に、都市遺跡サーマンラーとして世界遺産に登録されたが、 当時のイラクの正常化では維持や保存活動が困難であるとされ世界遺産登録と同時に危機にさらされている世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。